ランタナは、熊津ラ科の常緑小帝木。中南米が原産。観賞用に栽培される。和名は七変化。鮮やかな色の花をつけ、その色が次第に変化することに由来する。学問上は、ランタナといった場合、ランタナ族全体を指す。園芸上は、単に、ランタナといった場合、小葉のランタナを除くランタナ族の園芸種全体を指す、ことが多い。 また本来は、ランタナカマラのア名である七辺化もランタナ族の園芸種全体の故障として用いられることもある。南アメリカ原産。世界中に気化植物として定着している。日本では、小笠原諸島、沖縄諸島に移入分布している。多数の小花からなる三型果樹をつける。開花後、時間が経つと、次第に褐色が変わるため、同一果樹でも、外側と内側では、 花色が異なる。開花時期が、アジサイと重なり葉の形も似ているが、アジサイとは全く別種で、全体的に小さく花の色は派手である。果実は、黒い液化で種子に有毒物質である、ランタニンを含むが、鳥が食べ種子を散布する。茎は、断面が四角で、細かい棘が密生する。葉は耐性子表面がザラついている。 団地では、戸外でもよく育ち高さ1.5メートルほどになる。世界の侵略的外来種ワースト100に選定されている。特に熱帯や熱帯気候の土地では、よほどきちんと管理してないとそこかしこにこぼれ種で増えてしまい、そうした気候の土地では植えてはいけない花と言われることさえある。ランタナ族は、中南米や南欧原産の約150種の低木、または、 多年草を含む。熱帯、亜熱帯では広く野生化し、オーストラリアや東南アジアでは厄介な雑草として問題になっている。やや鶴状に横に張って茂みを作り、茎には細かい逆棘があるため扱いにくい。他方、花には多くの蝶が集まり、花自体の美しさも相まって見応えがある。日本のような寒い季節がある温帯気候の土地だと、 周期の切り戻しなどの人為的な一等対策をしないと枯れてしまうこともある。熱帯地方ほど深刻な侵略種ではないためか、園芸植物として庭に植えられている。また一部にランタナベリエガータのような種子を作らない品種もあり、園芸種として流通している。ランタナ族でよく栽培されるものとしては、ランタナの他に小型で地面を灰赤。 紫などの花をつける小葉のランタナ、あるいはこれらの雑種がある。ありがとうございます。